はい、エドガーです。今年のガキつかもね、まあ、昨年度と同じで、まあ、中止 やらないんですね。やっぱりもう、まあ仕方がないですよね。まあ大人の、まあ、事情なんでね。はい、僕思ったんですがね、まあみんな期待してんのと同じで、ガキ使のね、まあ昔からのやつを総集編で、まあ、やってほしいんですよね。代わりにやってたあのクソしょうもない番組なんですがね、笑って年を越したい笑う大晦日、あれ視聴率がね、まあ、10% に達しなかったんですけど、もうどれだけしょうもないなんか、どれだけその番組がね、まあゴミなのかがよくわかります。皆さんは、どうやって年を越すのかね、まあ、コメント欄で自由ご自由に書いてください。